そうね、貸し切り。おはようございます、リオです、はい、おはようございます。今日なんですけど、流行りのおこもりキャンプをね、私もやりたいと思ったのでやっていきたいと思います。楽しみすぎる。おこもりキャンプいいよね。わざわざ外に出てテント立ててその中でね過ごすっていうのがねいいよね。だからね、今日はスノーピークのアメニティドーム M というテントを持ってきたので、その中をちょっと部屋みたいに可愛くしておこもりキャンプしていきたいと思います。じゃあそんな感じでね、早速テントの方を設営していきたいと思います。イエイ。まずはマット引いていきます。これはバンドックのマット。布団、ガチ布団だよ。お次は布団です。ほい、枕なんて持ってきちゃったりしてね。オッケー、じゃじゃん。布団が終わったので次は棚とかを立てて可愛くしていきたいと思います。これね、意外と立てるの難しい。装飾品たち持ってきました。お次は相棒のテーブル見て、絶対寂しいと思ってこれを持ってきた。完成しました。めっちゃいい感じじゃないですか。意外と結構自信ありなんですけど、ちょっと早速紹介の方していきますね。まずこんな感じでアメニティドームがあります。でね、こうやって入っていきますと、じゃじゃーん、お布団とテーブルとラックがあります。距離もいます、かわいい。こんな感じで今日はキャンプをね、おこもりキャンプ楽しんでいきたいと思います。完成しました。嬉しすぎる。おこもりキャンプってずっと憧れてたから。めっちゃ良くないですか。超もうなんか家みたい。あら、見えてたわね、すいません。ではもう早速いただきたいと思います。本日の主役も朝日でございます。いただきます。美味しそう。おビールいただきます。したらばね、お枝豆さんをね、入れていこうかしら。これはね、危ないので、良い子は真似しないでくださいね。良い子は真似しないでくださいね。これをね、出すことに意味があると思うんです、私は。そう思いますよね、皆さんも。ほんでほんで、お次ちゃんは、ピーカキー。カキピーじゃないの？なんでピーカキなの？前か。そんなどうでもいいことはいいのですよ。ではでは、おつまみもできたということで、再度乾杯。なんか家の中って言ったらフードみたいなイメージありません？ビミー。布団の上でビール飲むとかめっちゃ良くないですか。よ、早速。やばい、これは寝る。おこもりキャンプってあのこたつとかテントの中に入れてる方いるじゃないですか。あれめっちゃ羨ましい。だってさ、こたつだよ、もう何もいらんじゃんって感じ。こたつさえあればと思いません？羨ましいな。私はおこたつがないから家からお布団を持ってきました。だからね、布団をさ、外に持ってくるって結構入ったこっち。布団をね、外に持ってくるのって結構勇気がいるというか、まあ普通持ってきたくないじゃないですか、汚れるからね。キャンプで布団使って家でシュラフで寝るっていうことになりそうです。おビールがうまい。もうめっちゃみんなおすすめです、テントに布団持ってくの。だってさ、幸せだもん。
やばい、あったかすぎ、最高。でもね、せっかく外に来たから、じゃあ、キャンプに来たから、せっかくだからね、おご飯をね、食べていきたいなって思います。ちょっと外で作って食べたいと思います。ではね、早速ご飯の方を作っていきたいと思います。ほうれん草好きだってさ、もう最高だね。だってさ、私以外誰もいないんだよ、ここに。やーほー。やーほー。本日のお昼ご飯を発表いたします。カニ雑炊でーす。これね、ただ火にかけるだけでできるっていう優れものなんです。まずアルミからカタメに入れてよくかき混ぜながら、ご飯が柔らかくなったら出来上がりらしいです。トイレ行ってきます。すいません、トイレに行かせていただきます。すいません。おかしいよね、このテンション。雑炊です。皮と雑炊、なんともいい組み合わせなの。では早速いただきたいと思います。乾杯。はい、いただきます。初めて食べるキャンプで雑炊、いただきます。すごい、おいしい。これっておこもりキャンプだからテントの中で食べなきゃいけないんじゃないの。あれ、え、だってさ、こんなさ、皮があって外で食べないわけなくない。やばい、ごめんなさい、もう本当にいつもごめんなさい。まあいっか、だって美味しいし。すいません。うまい、ごちそうさまでした。もうめっちゃ最高だった。ポップコーンを買ってきたんです。ちょっとジャガジャガ言い始めてきた。怖っ。やばい、ジャガジャガ言い始めてきた。ポップコーンが出てきた。ポップコーンが出てきた。ポップ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 、すごい熱くなってきた。おー、すごい、でもなんかすっごい焦げてる匂いする。え、待って、めっちゃ焦げてる匂いするんだけど。え、まさか失敗、そんなことある。ねえ、そんなことある。え、もう終わったんじゃない。燃え尽き症候群でしょこれ。え、全然なんかさ、パク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 ンみたいになってなくない。終わったの、もしかして。いや、終わったっぽいわ。じゃん、お部屋に戻ってきました。じゃあね、ちょっと早速、ポップコーンちゃんが果たしてどうなっているのか見ていきたいと思います。オープン。あれー、これはもしかして、おこげさんじゃないですか？おこげさんですよね。まあね、一応ね、作ったことですし、食べてみますね。でもポップコーンだよね。いただきます。あかん、待って、大失敗すぎる。苦っ。まずくはないんですけど、苦い。大失敗。あー苦い。私の手元にこれが来なければ、この子たちは全員が食べられてたのに美味しく。私の手元に来たばっかりにこんなに残っちゃって、めっちゃかわいそう。食べられるのだけは食べます。さっきここのキャンプ場のね、管理人さんのね、お母さんとずっと話してて、もう30分以上話してた。めっちゃいい人。ここのキャンプ場大好きになっちゃった。ごちそうさまでした。なんかさ、終わった瞬間こいつ私すぐ潰す癖があるんですよ。美味しかったです。朝日おビールさん、いつもありがとう。これを食べたらちょっと寝ようかしら。私ね、すっ
ごい寝れるの。なんでそんな寝れるのって思うぐらいすっごい寝れるんです。私ってご飯も食べたことですし、楽しかったな。寝て食べて飲んで寝て外を眺めての繰り返しをこれからもしていきます。すいません、こんな形になってしまって。こんな感じでこもりキャンプをやってみました。私はすごく満足しております。だから皆さんもわざわざ布団を家から持ってきてわざわざ敷いて寝てみてください。とても最高です。本日もご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできると嬉しいです。バイバイ。バイバイ。本日もご視聴いただきありがとうございました。おこもりキャンプ本当に最高でした。ぜひ皆さんも挑戦してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。